くぞイリア、我らこそ地球圏制圧の礎となるぞ。はっ、マシマ様。アマーン様にあだなす者はこの私によって打ち砕かれるのだ。アマーン様の忠実なる指紋、結露を開けよ。はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日はガンダムバトルオペレーション2の方更新日ということでやっていきたいと思います。動画冒頭情報の方は出してありますので、早速ガチャの方を見ていきましょう。さあ、ついにコスト700が解放ということで、戦いは新たなステージへ、その、ステップアップ抽選ですね。で、こちらが新機体のステップアップ、ザク3回がついに登場となってますね。これどっち行くかだな。ステップアップで行くか、できれば10連トークン 50% オフも味わいたいしな。一回こっちやって外したらこっち行くかな。確かバラの花、俺黄色持ってなかったような気するしな。はい、それでは DP の方を見ていきましょう。今画面に出てる3機が階級中佐以上になれば買うことができる機体となっています。あと DP の方も50万かかるということで、まあ DP ある程度貯めておいた方がいいかなと思います。ちょっと私最近ちょっといろいろ使ってたらすっかりなくなってしまったんで、中3になるまでにはなんとか50万貯めて、ゼータプラス欲しいかな。こっちちょっと欲しいんでね、持ってないし、600の強襲機って全くいいものないので、これをちょっと買って使いたいなと思います。で、あと通常の DP はこちらね、今画面に出てます。フルアーマーガンダムレベル3とゲルググキャノンレベル3、ガンキャノン重装型タイプのレベル1から2が追加されております。で、リサイクルチケットの方も見ていきましょう。リサイクルチケットの方は、こちらゼロ式のレベル2、そしてレベル1で、フルアーマーガンダムのレベル4で、ゲルグーキャノンのレベル4となってます。まあ、この中だったら当然ゼロ式かな。ゼロ式はもう550でも、600でも通用するいい機体ですんで、まあ持ってないって方はね、リサイクルチケットに余裕がある方はぜひ買ってみてください。今日はどの位置でガチャしようかな。ちょっ
とピンとくるやつがいたらなやろうと思ったけど、これかな、一番右のやつ。これちょっとこの辺からやってみるか。こいつとなんか目が合ったような気がしたな。今日は俺だって言ってるような気がする。ザック3回の通常の抽選配球、おまけ付きキッカーステップアップ行くかでちょっと悩んでましたが、まずはステップアップから10連トークン 50% を使って狙っていきましょう。今回20連ぐらいで抑えとこうかな。まあ700コスト解放で、おそらくね今後もう欲しい機体が出てくるだろうという気がするので、そう考えた時トークンちょっとでも温存したいなと思いますんで、20勝負でいきます。今回はでは行きます。3、2、1、0。まあマシュマーさんとご縁があれば当たるでしょう。ザック3の時は割と簡単に当たって、ハンマハンマの時はずっと当たってなかったっすね。さあ来てくれるといいんですが、今日は他のゲームのガチャもすごい渋い結果に終わってたりするんで、できたらこっちは当てたい。調子の時は本当どのゲームのガチャもね、新キャラとかね、会えたらしいアイテムとかすぐ出るんですけどね。来てくれよ、頼むぞ。武器ガチャは嫌だぞ。焦った大した演出じゃないと思って押したらまた新しい人いた。オニューの機体が欲しいんだよ、やっぱ新機体。上位レベル解放ではなくて、おし、演出がまず1回目。金色、おっしゃ、来たんじゃないの、一発目から。外れるとき何なんすかね、ジオングよく来るような気するんですけど。一発目は、おお、びっくりした、ネモ3か。なんかいろいろちょっと上位解放されてるやつとかあるんでしょうね、きっと。なんか今回お乳多いもんやけになんか武器のお乳も多いし、いやーせっかく一発目からね、ちょっと演出ありで金コンテナちょっと期待しましたけどね。これステップアップで来るべきじゃなかったかもしれないな、あの金は。はい、というわけで1回目の10連ステップアップガチャはこのような結果になりました。いやージオングな、この外れた時のジオング率がやけに高いような気する。もう強化してなかったのになんかもうマックスになってますからね、解放しとかないとな。また DP 飛んじゃうなこれ。またよし、それじゃあこっち行きましょう。おまけの黄色の花も狙っていこう。やっぱ緑のなんかもう迷彩みたいな帽子のこいつじゃなかったのかもしれん。なんだ、なんかこう3番目、左から3番目のやつ、なんかどっかの有名なアプリのあれに似てるな。よし、とりあえず行こう。この機体にはあまり関係ないかもしれないけど、最終ぜフテイお願いします。お、キリのいい数字だったな。トークン200残して来週またつなげていきたい。とりあえず外れたら、まあ、700コストで乗れるもんはないからな。とりあえず外れたらどうしようかな。今週はなんか機体探して乗ってみるか。お、よーし、いいぞ。さあ20連で2回目の金。力を感じる、この戦勝てるぞ。もらった。ハマオン様、万歳。お願い。うわあ、出せ。ガンダムワーク2のレベル4って。おっしゃ、いいよ。外れたと思わせといて、実はこっちから。ああ、ちょっと色は無理かなこれ。すごいな、なんか上位解放されたのが次々と当たってる。ちょっとどうなってんだ。おおおお、また先週みたいな流れか。おお、どん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 なんかラッシュのように演出があるぞ。お、頼むぞ。違うんだよな。
さすがにここんだけちょっといろいろ演出あったらもう来ないかな。絶望ですね。今の金で仕留められなかったのは非常に痛い。流れは来てるとは思うんすけどね。でも攻めたくないんですよね。すっげえ欲しい機体かって言われたらそうでもないかなってのと、まあ、実はちょっとこのガチャ引く前にちょっと一戦試しに戦場で遊んでた時にザク3回を見たんですよね。フルボッコにされてたの見ちゃったんで、でみんな距離取ってね、射撃でしっかり落としてたんですよ、自爆に巻き込まれたくないからって。はい、というわけで、あーバラの方も持ってる方だ。マーク2かー、650だしなー、これ絶対使わない。あー外れてしまった。こんなはずではなかったのに。悲鳴を上げるな、神経が苛立つ。はい、というわけで、今回ここまでにしたいと思います。今現在ね、公開されているこちら機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ、こちら先日ねちょっと私休みの日に見てきたんですけど、非常に出来が良かったです。もしね視聴迷ってる方はね、ぜひ映画館に足を運んでみてください。まあ自宅でねちょっと友達が買ったブルーレイ一緒に見たんですけど、やっぱ劇場で見るのとやっぱ家で見るのではやっぱちょっと別だなと思いましたんで、ぜひやっぱね迷ってる方は行ってみてください。迷ってない方もぜひ行ってみてください。というわけで今回はここまで。新機体の方ちょっと当たらなかったんで、もし当てた方はねこの機体こんな感じでしたよっていうのを教えてくれると嬉しいです。まあ、戦場でちょっと見かけたザク3回はめちゃめちゃフルポッコンされてちょっとかわいそうな感じだったんで、まあ、乗り心地とか、まあ、明らかに強い動きができる機体でこういうのがありましたよとか、そういうのがあったらちょっと教えてもらえると嬉しいです。はい、というわけで今回はここまで。それでは皆さん、また別の動画でお会いしましょう。失礼します。